プロ野球の歴史におけるレジェンド、イチロー。日米問わず数々の記録を打ち立てたイチローには様々なエピソードが残っています。その中には他の選手にはないイチローならではの出来事もありました。今回はイチローの野球人生を振り返りながら、イチローが球界に起こした様々な革命を詳しくご紹介します。1、プロにでもなるのか。バカにされた子供時代、後に世界の一郎となる鈴木一郎は3歳から野球を始めました。一郎は野球を始めると野球に没頭し、7歳頃まで365日のうち半分は野球の練習をしていたようです。小学校に上がると地元の少年野球チーム豊山町スポーツ少年団に所属。3年生の頃から学校から帰宅後に近くの公園で父親と野球の練習をしていましたが、徐々に打球の飛距離が伸び、公園では収まらなくなったため、町内にある空港バッティングセンターに週6日から週7日通っていたというエピソードが残っています。また3年生の時には球速100キロの球を打っていました。さらに父親から料金を気にせず、ボール球には手出ししないよう指示をされていたことで選球眼が磨かれていったそうです。イチローは後に1年間で360日は野球の練習に明け暮れ、エースで4番として活躍するようになり、6年生の時には全国大会に出場しました。そんなイチローは6年生の時の作文で、僕の夢は一流のプロ野球選手になることです。そのためには中学高校と全国大会に出て活躍しなければなりません。活躍できるためには練習が必要です、と発表。幼い頃からイチローは先を見据えていました。イチローは中学校に上がるとエースで中軸を打ち、3年生の時に全日本少年軟式野球大会で3位入賞を果たします。幼い頃から努力を積み重ね、結果を残していくイチロー。後にイチローは50歳までレギュラーを続けたいと話していた時に、僕は子供の頃から人に笑われてきたことを常に達成してきているという自負はある。例えば小学生の頃に毎日野球の練習をして、近所の人からあいつプロ野球選手にでもなるのかっていつも笑われていた。悔しい思いもしましたけど、プロ野球選手にもなった、と振り返っています。周囲から何を言われても自分を貫いた幼少期のイチローはプロ野球選手を目指し、愛知県の強豪愛工大名電に入学していきました。2、普通のうまい高校生時代。イチローの名は愛知では有名で、強豪校に入っても1年生からレギュラーを獲得。2年生では夏に愛知大会決勝で稲葉篤則のいる中京高校を下し、甲子園出場を決めています。なおこの時対戦したイチローと稲葉ですが、実は顔見知りで、かつて同じバッティングセンターに通っていました。イチローは中学3年生の時に高校1年だった稲葉の中京高校の当時期待の1年生で、将来間違いなくプロになるだろうという噂を聞きつけ、稲葉のバッティングを見に行っています。後にイチローは、稲葉さんが打っているのを見て俺プロ行けると思った。大変失礼な言い方ですけど、稲葉さんは大きな指針になってくれた、と当時抱いた率直な印象を打ち明けました。それでもプロ入り後に稲葉に接すると、稲葉さんは徳が高い、品性とか人格が備わっている、稲葉さんを嫌う人は絶対にいない、と絶賛しています。一方稲葉は小学校からイチローを見ており、イチ君は小学校の時木のバットで打ってた、それがすごく印象的で、120キロのスピードのボールを本当に見事に打ってたの、すごいなぁと思って見てた、と当時の印象を語っていました。稲葉を擁する中京高校を下したイチローは夏の甲子園に3番レフトとして出場。初戦でその大会の優勝校となる天理高校と対戦し敗退しましたが、イチローはヒットを1本打っています。3年時はエース兼3番打者を担い、春の甲子園に投手として出場しましたが、松商学園に初戦で敗れ、自身も5打数無安打に終わりました。夏の甲子園を目指していたイチローを不運が襲います。通学中の交通事故でふくらはぎを負傷し、復帰後もイップスに陥り、投手としてイチローを評価していたプロの球団が次々と手を引きました。当時の監督は2015年に、松葉杖をつかなければいけないような怪我、その後投げ方を忘れてしまったのか担ぐようになってしまった、それで打者に専念させようということになった、と当時の状況を明かしています。3年生の夏、最後の甲子園出場を目指したイチローは地方大会で打率7割以上を記録。
あまりの好成績に当時の監督からは宇宙人とも呼ばれていました。一郎擁する愛工大名電は甲子園出場を果たしましたが、初戦で敗退し、一郎の高校野球は終わりを告げています。一郎の高校時代の通算成績は536打数269安打、打率5割1厘、当時から大気の片鱗を見せていました。成績を見ると優秀な高校生だったように見えますが、一郎は引退後に当時の自分を振り返り、声を出さなかった、チーム内で一番声を出さなかった、黙々とプレーをしたタイプ、その考え方は今は変わってます、当時の僕に今の僕があったら怒ります、当時の僕は仲良しチームじゃなかった、甲子園よりもプロに目的を持ってやっているからダメな高校生だったよとダメ出ししています。その上で今の高校生に、普段から自信を持てるようになれば声が出ると練習の大切さと声を出す大切さを語りました。高校時代圧巻の成績を残した一郎ですが、スカウトの評価は高くなく、各球団は上位指名を行いません。そんな中、オリックスのスカウトは一郎は4位までに指名しなければ中日に取られると判断し、見事に一郎獲得を実現しました。愛知県出身の一郎は意中の球団が中日だったそうですが、指名を聞いた時、オリックスということで戸惑いはあったが、自分を必要としている球団があったということだけでとても嬉しかった、オリックスに入ることにためらいはなかったと思ったようです。プロ入り後一郎は大活躍、それを見た中日の監督経験もある星野仙一は、中日は投手としての感触だけでしか一郎を見ていなかったんだ、あれは大失敗だったよね、一郎の教訓はうちのこれからのスカウティングに生きてくるはずだよと述べています。幼少期からの夢であるプロ野球選手となった一郎ですが、最初から順風満帆というわけではありませんでした。3続いた2軍落ち、土井正造は見抜けなかったのか。一郎は高卒1年目ながら打率3割6分6厘でウエスタンリーグの首位打者を獲得、ジュニアオールスターでは MVP を獲得する活躍を見せました。一軍でも95打数24安打、打率2割5分3厘と高卒ルーキーとしてはまずまずの成績を残します。しかし一軍定着はできず、2年目の1993年は開幕スタメンをつかむも、その後12打数1安打で4月24日には2軍落ち、5月21日に1軍再昇格を果たすも、44打数7安打、打率1割5分9厘と振るわず、7月4日には再び2軍降格となりました。9月4日には再度1軍へ戻るも、64打数12安打、打率1割8分8厘と前年より成績を落とします。しかし、一郎は翌1994年に大ブレイクを果たすと、世界で活躍するスター選手となりました。そのため入団から2年間監督を務めた土井は一郎を見出せなかったという世間からの評価となっています。また監督時に、鈴木のあの打法はプロ野球では通用しないと話し、退任後も、あの振り子は一郎にしかできない打法であって本来プロでは通用しない打法である、たとえ一郎が4割打とうとも私は彼の打法を認めないと話したことから、振り子打法を否定したイメージがつきまといました。しかし実は土井は反対に一郎を高く評価したようです。入団1年目のキャンプで土井は、鈴木は福本豊の後継者になれる、15年間はチームのリードオフマンを張れる逸材かもしれないと評価していました。一方で、鈴木の性格には難があるため、その性格が治るまでは一軍で使わないとも考え、1年目から積極的に一軍で起用するのを避けています。2年目に2軍との往来をさせた時にも、1軍のベンチに置くくらいなら2軍で4打席を与えたかったと考え、2軍降格を決めていました。土井自身、1996年のインタビューで、間違ったことをしたとは思わない、1993年は春から使ったが打率は1割7から8分そこそこ、順番をつけるとしたら5番目の外野手、僕は3年契約最後の年だったし、そういう選手を使う度量も余裕もなかったと一郎の起用法について語っています。また振り子打法を考案した河村健一郎は後に、一郎を2軍に落とすよう主張したのはダウンスイングに打法改造するよう指示した1軍打撃コーチである、土井監督は打撃コーチの意見を尊重せざるを得なかったに過ぎないとコメント。当時の1軍打撃コーチとは、土井がオリックスで監督を務めた3年間、一貫してヘッド兼打撃コーチとして在籍した山内和弘のことであり、山内は土井より10歳年上で、山内をコーチで呼んだのは土井自身だったことから、土井から山内へは強く意見を言えなかったようです。
イチロー自身も同様の証言をしており、実際にイチローの打法に対してしつこく干渉してきたのは山内でした。2003年にイチローから、土井さんには感謝しているんですよ。世間では2人の仲は良くないって言われてますけど、そうではないんですよ。1993年も土井さんは次の年のためにしっかりと体を作れっていう指示を出してくれていたみたいなんですよ。お会いすればもちろんお話をしますし、本当に感謝しているんです。そこはないでくださいね、と話しています。また一郎の父も2018年に、土井さんにも感謝しなければなりません。あの2年間は認めてもらえない悔しさがあり、プロで戦う体力を作っていく時間でもありました。エネルギーを貯めることができたからこそ3年目で爆発できたのです。一つ一つの出会いが大きな意味を持つことになりました、と語りました。このようなことから土井は一郎のことを選手として高く評価しており、決して見る目がなかったわけではないと言えるでしょう。そして一郎はプロ3年目の1994年に大ブレイクを果たします。4扇マジックで大ブレイク。プロ3年目のイチローを見出したのは扇明。扇は練習こそ厳しかったものの、選手がグラウンドの外で何をしようが試合で結果を出せば何も言わない指導法をしており、近鉄の監督時代はまだ日本では普及していなかった量より質を重視した最新のトレーニング理論を導入しようとしていたコーチの考えを尊重し、チームを優勝へ導いています。そんな時、一郎は2軍打撃コーチの河村と二人三脚で日本時代の一郎の代名詞ともなる振り子打法が完成。そして1994年から一郎は登録名を鈴木一郎から一郎へ変更し、シーズンに臨みます。扇は類稀なるセンスを持つ一郎を一軍にすぐ招集し、レギュラーとして起用。一郎も扇の起用法に応え、4月末から1番打者に定着し、5月から8月にかけて日本プロ野球新記録となる69試合連続出塁を記録しました。その後も活躍した一郎は9月11日に NPB 大記録の1試合4二塁打を記録すると同時に、1950年に藤村文雄が作ったシーズン最多安打記録191本に並びます。次の試合でシーズン最多安打記録を44年ぶりに更新し、122試合目には NPB 史上初となるシーズン200安打の偉業を達成しました。最終的に210安打まで記録を伸ばした一郎は打率3割8分5厘で当時のパリーグ最高打率も更新。首位打者、最多安打、最高出塁率、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、正力松太郎賞と数々のタイトルを獲得し、打者としては NPB 史上最年少でシーズン MVP を獲得しています。ロッテの投手で1994年に18打数13安打と打ち込まれた園川和美は、彼がレギュラーになる前の年、神戸でアップしながらオリックスの打撃練習を見ていた。その時彼が出てきてね、実に気持ちよさそうに打っている。音もすごいし、飛距離だって他の長距離打者に負けていない。なんで先発で使わないんだろうって思った、と一郎の実力をブレイク前から感じていました。実際に対戦した後は、最初はこっちが左なのでそんなに打たれないだろうって思っていた。外角スライダーを甘くならずに投げていれば大きいのを打たれることはないだろうって。でも他の左打者ならきっちり打ち取れるスライダーを何度もヒットにされた。打ち取るイメージが浮かばない。全然イメージトレーニングも進んでいかないんだ、と一郎の実力に舌を巻いています。扇の下花開いた一郎ですが、扇が花を咲かせた中には同じくメジャーで活躍した野茂英雄がいました。野茂もプロ入り前から代名詞でもあるトルネード投法を疑問視する声が多く聞かれています。そんな中でも扇は野茂の考えを尊重し、投球フォームを変更させませんでした。すると野茂は1年目から最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率と投手4冠を独占し、ベストナイン、新人王、沢村賞、MVP にも選出される大活躍を見せています。そんな野茂や一郎は扇を師匠、尊敬する人と話し、恩師として絶大な信頼を寄せました。特に一郎はメジャー移籍後もキャンプに出向いて扇と会い、僕のただ一人の師匠ですから、と話したり、メジャーで3000本安打を達成した際のインタビューで、思い出したのがきっかけを作ってくれた扇監督、神戸で2000年の秋、お酒の力を使って大リーグ移籍を口説いた。扇さんの決断がなければ何も始まらなかった、と感謝の言葉を述べるなど深い関係性を築いています。5数々の安打記録を樹立し、孤高のスーパースターとしての地位を確立。1994年に大ブレイクした一郎は、
その後も数々の記録を樹立し、スター選手へと駆け上がっていきます。当時プロ野球のスター選手といえば巨人の主力選手でした。王貞治や長嶋茂雄の ON コンビをはじめ、数多くのスター選手が巨人に所属し、巨人戦は視聴率も良く、観客動員数も伸びる状態。巨人ありきのプロ野球だった状態がイチローの登場により変わっていきました。当時パ・リーグの試合中継は少なかったものの、イチローの存在を知っているファンは増え、イチローは野球界の顔として認知されていきます。巨人至上主義だった時代における異色のスーパースターとしてイチローは活躍していきました。またホームランバッター、4番バッター至上主義だったプロ野球に一石を投じ、プロの安打、守備、走塁に焦点を当てたという意味でも、イチローの革命的な活躍はそれまでの野球観を一新したと言えるでしょう。6、オリックスのチームリーダーとして日本一210安打を放った翌年の1995年、イチローは2年連続のタイトルとチームの優勝に向け準備をしていました。しかし1月17日に発生した阪神淡路大震災において、本拠地の神戸市が壊滅的な被害をかぶり、イチロー自身も神戸市内にあるオリックスの寮で被災。イチローは後に、初めて死ぬかもなと思った瞬間でした。まずドカーンと言ったんです。早朝だからわけがわからなくて、何かが突っ込んだと思ったんです。そうしたら揺れ出した、地震だと、とても立っていられなくて布団かぶって丸まっているしかできない状態と、地震発生直後の状況を振り返っています。そんな中でも地震から2週間後のキャンプに全員が集合。イチローは、キャンプが2週間後で集まれるのか、宮古島に、いや無理だろうなと思ったんですけど、みんな集まったんですよね、あれはほろっときましたと話しています。そしてオリックスは頑張ろう神戸のもとに、チームの優勝と神戸市の復興を願い、シーズンを迎えました。この時チームの象徴的な立場となっていたのがイチロー。しかしチームは5月まで西武に首位を明け渡す苦しい展開となります。苦しい中でもイチローは打ちまくると、チームは徐々に浮上、最終的に2位に12ゲーム差をつけるダントツ首位で優勝を決めました。イチロー自身も打率3割4分2厘179安打、25本塁打、80打点、49盗塁、出塁率4割3分2厘と大活躍。首位打者、打点王、盗塁王、最多安打、最高出塁率を獲得し、打者五冠王に輝きました。また打点王と盗塁王の同時獲得は NPB 史上唯一のほか、全試合フル出場での首位打者は王に次ぐ史上2人目の快挙となっています。悲願の優勝を果たしたオリックスでしたが、日本シリーズはヤクルトに敗退。イチローやオリックスの悲願は1996年に持ち越されます。1996年は開幕から調子が上がらず苦戦したイチローでしたが、後半戦に3番で起用されるようになると驚異的なバッティングが復活。8月は月間打率4割7分5厘、48安打の固め打ちを見せました。チームも7月に日ハムに独走を許しそうになりながらも巻き返し、8月に大型連勝で首位を奪還。9月23日の一騎打ちではシーソーゲームの展開で9回2アウト時点で1点ビハインドと苦しい展開でしたが、代打 DJ が起死回生の同点弾を放ち、試合は延長戦に突入しました。そして延長10回にイチローがサヨナラ打を放ち、劇的な勝利でオリックスは2連覇を決めています。この時イチローは二塁ベース付近で飛び跳ねて喜んでおり、この印象的なシーンは今もファンから、これは永久保存版、これはやばい、マジで泣けると言われる伝説のシーンとなりました。日本シリーズではメイクドラマ達成で勢いに乗る巨人と激突。それでもオリックスは4勝1敗と快勝し、1977年以来の19年ぶりの日本一となっています。イチローも打率3割5分6厘、193安打、16本塁打、84打点、35盗塁、出塁率4割2分2厘と活躍し、首位打者、最多安打、最高出塁率を獲得する活躍を見せました。日本シリーズでも第一戦で延長戦で決勝ホームランを放ち、優秀選手賞を受賞し、史上2人目の3年連続シーズン MVP を手にしており、イチローはオリックス日本一の象徴となっています。イチローは2021年にオリックスが優勝した際にも、オリックスバファローズの皆様、リーグ優勝おめでとうございます、
1995年の阪神淡路大震災を経験し、頑張ろう神戸のもとファンの皆さんと気持ちを一つに戦い優勝したことは今も私の心に刻まれています。今日の優勝はあの忘れられない日々を共にしたファンの方々にとっても、当時を知らないファンの方々にとっても熱い気持ちを呼び起こしてくれたのではないでしょうかと当時を思い出しながらコメントしました。優勝はファンの胸にも刻まれ、神戸市のフグ一品料理網の店主は震災前に壁に書かれた一郎らのサインを今も保存。店主はあの時の記憶を次の世代に残したいと語っており、神戸市民を勇気づけた日本一となりました。頑張ろう神戸の象徴となった一郎の快進撃はまだ止まりません。7不滅の大記録、NPB7 年連続首位打者。1997年も一郎は偉大な記録を作ります。それは連続無三振記録。一郎は6月まで三振をせずに打席に立ち続け、209打席連続無三振の日本プロ野球記録を樹立します。最終的に216打席連続無三振まで記録を伸ばし、これは現在も破られていません。打撃成績では185安打を放ち、4年連続の首位打者、最多安打を獲得。勝負を避けられることも増え、3年連続最多敬遠となっています。また10月7日のロッテ戦では自身初となるサヨナラホームランを放ちました。1998年は打率3割5分8厘181安打で張本勲の4年連続を抜いて NPB 史上初となる5年連続首位打者獲得を達成。5年連続最多安打も同時に獲得し、4年連続リーグ最多敬遠も記録しました。凄まじい活躍を見せるイチローですが、この時本人はスランプを感じていたようで、実際に1998年シーズンは21併殺打を記録し、5月には当時のパリーグワーストタイ記録となる4試合連続併殺打を記録しています。1999年も開幕からスランプに苦しむイチローでしたが、4月11日にセカンドゴロを打った際に変化が訪れました。イチローは自分が捉えたと思ったボールが二塁より左へ飛んでいくと思っていたのに、右に飛んでセカンドゴロになり、ああこれなんだと思ってしまいました。これまで探し求めていたタイミングと体の動きを一瞬で見つけることができた。あやふやなイメージではなく、頭と体で完全に理解することができたのですとコメント。続けてファーストに走り込んでいく短い時間、自分のイメージに描いたフォームとセカンドゴロになってしまった実際のフォームを重ね合わせ、方程式を解くようにして、そうしたらはっきりとした回答が見つかったのです。こんな明確な回答ができたのは僕の野球人生の中で初めてだった。飛び上がりたくなるほど嬉しかったですと説明しており、ここから再びイチローは活躍していきます。この年は死球により離脱した期間があり、最多安打のタイトルは取れませんでしたが、打率3割4分3厘で前人未到の6年連続首位打者に輝きました。またこの年は松坂大輔が西武に入団。5月16日に平成のスーパースター対平成の怪物の対決が実現し、注目の第1打席は松坂の渾身のストレートで三振を奪います。第2打席はスライダーで三振を取ると、第3打席ではすっぽ抜けのスライダーで3打席連続三振。イチローはこの時最後はスライダーを外してくると思っていたけど、セオリー通りに来たとラを書かれる結果となり、ベンチに引き上げる途中、未練を引きずるように3度もマウンドの松坂を振り返っています。イチローが同一投手から3打席連続三振を喫するのは1994年以来の出来事でした。入団時、イチローさんを力でねじ伏せたいと話していた松坂は試合後に、今まで自信が持てなかった、でも今日で自信が確信に変わった、これからもイチローさんから三振を狙うと力強くコメントしています。一方イチローは、二人の対決が注目されるのが一時的なものにならないよう、僕も松坂くんも頑張らないととさらなるお互いの飛躍を誓いました。2000年も繰り広げられた松坂対イチローの NPB 通算成績は34打数8安打1本塁打4打点の打率2割3分5厘で松坂に軍配が上がり、メジャー移籍後の通算成績も27打数7安打0本塁打3打点打率2割5分9厘と松坂がイチローを抑え込んでいます。松坂との対戦に盛り上がる中、イチローは2000年は開幕4番でシーズンをスタート。8月27日の試合で脇腹を痛め、残りのシーズンを棒に振りましたが、パ・リーグ記録となるシーズン打率3割8分7厘で不滅の大記録、7年連続首位打者を獲得しました。2年連続通算5度目となる最高出塁率、
7年連続通算7度目となるベストナインゴールデングラブ賞も獲得したイチローはポスティングシステムでメジャーへ移籍していきます。8、メジャーリーグ移籍。2000年11月10日、日本人初のポスティングシステムによる独占交渉権をシアトルマリナーズが1300万ドル余りで獲得。19日に3年契約で合意し、イチローは28日に渡米しました。30日に3年総額1400万ドルで正式な契約を結ぶと、日本人野手初のメジャーリーガーとなっています。背番号は日本時代と同じ51番でしたが、この51番が物議を醸すことになりました。9、厳しかった当初の評価と前評判を覆す大ブレイク。新人王 &MVP。 イチローが渡米した時、野茂はメジャーリーガーで成功していましたが、日本人野手でメジャーで成功した例はありませんでした。そのため日本人野手が MLB で通用するのか疑問視する声が日米問わず多く聞かれ、当時のマリナーズ監督ルー・ピネラも、打率は2割8分から3割、盗塁は25から30は稼いでくれるだろうと、その後の活躍を考えるとそこまで大きな期待は寄せていませんでした。東京在住のアメリカ人ジャーナリストであるロバート・ホワイティングは週刊誌にて、イチロー君大リーグは甘くないぞと題して記事を投稿。イチローがメジャーでは通用しないことを断言し、イチロー自身も、ああアメリカに来なければ今頃はまだ日本のスーパースターでいられたのにと後悔しているかもしれない。来年の今頃、僕がこの紙面で平誤りに謝っているかどうか忘れずにチェックしてほしいと、イチローを全く評価していませんでした。そんな選手に与えられた背番号51はランディ・ジョンソンのマリナーズ時代と同じ背番号。メジャー屈指の剛腕で後にレジェンドの一人となるランディ・ジョンソンと同じ番号に対し、ファンからはランディの功績を台無しにする、ランディを侮辱しているという意見が噴出し、イチローは好意的には見られていませんでした。そんな中、メジャー開幕戦を迎えたイチローは2安打1得点と上々のスタートを切ります。4月11日にはライト前ヒットに素早く反応し、一塁ランナーをサードで封殺。この時実況アナウンサーは、びっくりだ、レーザービームがイチローから打ち込まれたと叫び、この時からイチローの正確無比な送球はレーザービームと呼ばれています。このシーンはファンや選手の間で強烈に印象に残り、2006年に行われたメジャーリーガー415人による投票、最も肩が強い外野手ではイチローが 48% の得票率を占め1位に輝きました。4月5月とルーキーオブザマンスを受賞する活躍を見せ、オールスターにも出場しました。8月28日には200安打を達成し、最終的に1930年のビル・テリー以来となる当時歴代9位のシーズン242安打を放ち、メジャーの新人最多安打記録を更新。アジア人打者初の新人王、首位打者、盗塁王、シーズン MVP、 シルバースラッガー賞、ゴールドグラブ賞といった数々のタイトルも獲得しています。打率3割5分はアメリカンリーグ1年目の選手の歴代最高打率で、新人王と MVP に同時に選出されたのは史上2人目の記録となりました。イチローの大活躍により、各メディアも開幕前に酷評していたイチローを称賛。日刊紙オレゴニアンのブライアン・ミーハンというコラムニストは、ベースボールの醍醐味はフィールド上のものであり、ベース上でのもの、鈴木はそんなベースボール本来の魅力をファンに教えてくれていると、イチローを称えています。アスレチックスの捕手だったラモン・ヘルナンデスは、緩めのボールを混ぜたりいろんなことをやったけれど、彼はヒットにしてしまう。打つ時に体が前に飛び出すんだけど、手は後ろに残っていてボールを自在に操っている。そしてミートしたら飛んでいくように走り出す。今メジャーでそういうことができるのはイチローぐらいじゃないかなと、マスク越しに見たイチローの衝撃を語りました。エンゼルスの内野手だったデビッド・エクスタインは、イチローの時は正面に打ってくれと願っているさ。本来左打者の場合はセカンドベース寄りに守るんだけど、イチローの時は定位置だったりサードベース寄りにシフトすることもある。彼の打球が三遊間に飛んだ場合、セカンドベース寄りにいるとアウトにするのが難しい。さらに彼はハードな打球も打てるので、ただ浅く守ればいいわけではないと称賛しています。1年でメジャーでの評価を逆転させたイチロー、しかし快進撃はこれだけにとどまりません。10、2004年、不滅の大記録262安打。
3年連続200安打を達成したイチローは2004年メジャー4年目を迎えます。オープン戦ではメジャー移籍後最高となる打率4割2分1厘を残して開幕を迎えますが、4月は打率2割5分5厘と低調なスタートとなりました。しかし5月には調子を上げ、日米通算2000安打を達成するとともに自身2度目の月間50安打を放つなど復調します。しかし6月は調子を落とし、前半戦終了時点で自身最少の105安打に終わると、ESPN.com に、メジャーのピッチャーがようやくイチローにアジャストし、彼の攻撃力が落ちた、我々もイチローの凄さを考え直すべきだという記事を書かれるなど、イチローへの辛辣な記事が出始めました。そんな中、夏場からは調子を上げ、7月は51安打を放ち、ジョー・メドウィック以来68年ぶりとなるシーズン2度の月間50安打を達成。8月26日には史上初となるデビューから4年連続200安打を記録しています。8月31日には月間安打数を56安打とし、史上初のシーズン3度目の月間50安打をクリアしました。するとこの驚異的なヒットのペースに ESPN.com が、申し訳ございませんでした。以前イチローの衰退についての記事を書きましたが、ずっと打ち続けています、この場を借りて謝罪させていただきますと謝罪記事を投稿。その後もヒットを積み重ねたイチローは10月1日についに大記録を打ち立てます。本拠地セーフコフィールドで第1打席にヒットを放ち、84年間破られることのなかったジョージ・シスラーのシーズン最多安打記録257安打に並ぶと、第2打席のセンター前ヒットで記録更新。球場はスタンディングオベーションでイチローを称えました。最終的に262安打のシーズン最多安打記録を樹立、打率は3割7分2厘で3年ぶり2度目の首位打者にも輝きました。また史上8人目となるコミッショナー特別表彰を受賞し、日本では正力松太郎賞特別賞が用意されています。大記録を達成したイチローは日本代表としても活躍していきました。11、2度の WBC 優勝。2006年 WBC 日本代表に選ばれたイチロー、開幕前に、向こう30年日本に勝てないなと思わせるような勝ち方をしたいと発言すると、挑発されたと受け取った韓国側は、代表では一度も日本に負けていないと話すなど過敏に反応します。そして WBC が始まると、日本は1次リーグで韓国に敗戦、2次リーグでも韓国とぶつかり、またしても日本は1対2で韓国に敗れてしまいました。敗北の瞬間、イチローは大声で何かを叫び、韓国チームはマウンドに国旗を立てて歓喜します。この光景を見たイチローは試合後に、僕の野球人生で最も屈辱的な日と発言し、大きなため息をつきました。なんとか日本は準決勝に進出すると、対戦相手はまたしても韓国。イチローは、3回同じチームに負けると日本のプロ野球に大きな汚点を残すことになるとコメントし、試合では3安打2盗塁の活躍を見せました。すると先発の上原浩二も7回無失点の快投を見せ、不振で控えに回っていた福留孝介が代打で決勝ツーランホームラン。日本は最終的に6対0で韓国に勝利すると、決勝もキューバに勝利し、世界一を手にしています。2009年連覇を目指し再び日本代表となったイチローでしたが、待っていたのは苦悩の日々でした。チームの顔として期待されていたイチローはまさかの大不振で、決勝前の打率が2割1分1厘。苦戦するイチローと同じように、日本代表も韓国と決勝までに4試合行い、2勝2敗と苦戦を強いられました。さらに第2ラウンドで敗れた時は、また対局旗をマウンドに立てられています。またしても屈辱を味わったイチローは、その悔しさをぶつけるように決勝では9回までに3安打を放ちました。しかし9回にダルビッシュ有が打たれ同点とされると、試合は延長戦に入ります。そして延長10回表2アウト2、3塁の場面で、バッターはイチロー。イチローはここでセンター前ヒットを放ち、日本は2点を勝ち越して勝利を収めます。イチローは、僕は持ってますね、神が降りてきました、行きそうになったと試合後に大興奮でした。屈辱も味わったイチローですが、最高の結果で日本を歓喜の渦に包んでいます。12、10年連続200本安打&ゴールドグラブ賞。2009年の WBC の激闘の後、イチローは胃に出血性の潰瘍が認められ、自身初の故障者リスト入りを経験してしまいます。しかし、4月15日に復帰すると、
前半戦は打率3割6分2厘をマーク。後半戦もヒットを重ねたイチローは史上2番目の速さでメジャー通算2000安打を達成します。そして9月13日にはウィリー・キーラーが持っていた8年連続200安打を108年ぶりに更新する9年連続200安打を達成。9月18日にはマリアノ・リベラから自身メジャー初となる逆転サヨナラ本塁打を放ち、このシーンは今もイチローの名場面の一つとして語り継がれています。2010年もヒットを重ねたイチローは自身の持つ9年連続200安打の記録を伸ばし10年連続200安打を達成。10度のシーズン200安打もピート・ローズと並ぶ MLB 史上1位タイ記録でした。最終的に214安打を放ったイチローは通算8回目のシーズン210安打以上を記録し、これもメジャー最長記録として2024年現在も誰にも破られていません。打率3割200安打、オールスター選出、ゴールドグラブ賞を10年連続で続けたイチロー、目覚ましい活躍を見せたイチローでしたが、2011年から変化が訪れます。13、ヤンキースからマーリンズ、再びマリナーズへ。メジャー史上初の11度目の200安打がかかる2011年、イチローは4月を打率3割2分8厘39安打と好調な滑り出しでスタートさせました。しかし5月以降は一度も月間打率3割を記録できないまま、打率2割7分2厘184安打でシーズンを終了。ゴールドグラブ賞も獲得できず、メジャー移籍後最低の数字でシーズンを終えました。年齢による力の衰えが指摘される中、2012年も95試合消化時点で打率2割6分1厘と本来の調子を取り戻せません。すると7月23日にヤンキースへ電撃トレードが決まり、イチローは11年半ファンの方と同じ時間思いを共有したことを振り返り、自分がマリナーズのユニフォームを脱ぐと想像した時に大変寂しい思いになったし、今回の決断は大変難しいものだった。20代前半の選手が多いこのチームの未来に来年以降僕がいるべきではないのではないか、また僕自身環境を変えて刺激を求めたいという強い思いが芽生えたとコメントしています。ヤンキースでは控えに回ることも多い中、67試合で打率3割2分2厘73安打を放ち、復活を印象付けました。しかし2013年以降もレギュラー返り咲きとはならず、シーズン100安打以上を記録したものの、2014年限りでヤンキースを退団し、2015年からはマーリンズに所属します。マーリンズには3年間所属し、いずれの年もシーズン100安打を下回ったイチロー。2018年からは古巣マリナーズへ戻り、2019年に引退を表明しています。晩年はさすがのイチローも衰えを隠せませんでしたが、マーリンズ時代に凄まじい記録を打ち立てました。14、日米通算4367安打。2017年6月15日1番ライトで先発出場すると、第1打席で内野安打を放ち、日米通算4256安打を放ちます。この4256安打はピート・ローズの持つメジャー通算最多安打記録に並ぶもので、日米通算とはいえ大記録に肩を並べました。そして第5打席で日米通算4257安打目となるツーベースを放ち、ピート・ローズを超えました。なおピート・ローズは、野球に詳しい人間で日本の野球とメジャーが対等だという人間がいると思うか、私は思わないと日米通算での記録更新にケチをつけています。一方イチローも、今回ので言えばピート・ローズが喜んでくれてれば全然違うんですよ。それは全然違います。でもそうじゃないっていう風に聞いているので、だから僕も興味がないと淡々とコメントしました。日米通算記録にはなりましたが、6月24日には日米通算4257安打がプロ野球における通算最多安打数の世界記録としてギネス記録に認定され、イチローの記録は世界一になっています。8月7日には史上24人目のメジャー通算3000安打を放ち、メジャーの歴史に名を刻みました。最終的にイチローはメジャー通算3089安打、日米通算4367安打を放っています。15、引退。2019年3月20日、イチローは日本で開幕するアスレチックス戦にスタメン出場するも、2打席凡退し交代。すると、翌3月21日がイチローの引退試合となることが発表されました。球場の誰もがイチローの勇姿を見届けようと注目が集まりますが、イチローは第3打席まで凡退、最終打席もショートゴロに終わりました。攻撃が終わり、イチローが交代する、誰もがそう思う中、イチローはライトの守備位置に行きます。
するとここで選手交代が審判に伝えられ、イチローはスタンディングオベーションの中ベンチへ引き上げ、チームメイト一人一人とハグ。日本球界屈指の名プレーヤーは最高の演出の中引退しました。イチローとハグする中で涙した D ・ゴードンは3月末に新聞の一面を使った全面広告でサンキューイチローと見出しをつけ、感謝の文章を掲載。日本だけでなく世界で愛されたスーパースターはグラウンドを去りました。引退したイチローですが、イチローの名言は今も多く語り継がれています。16、イチロー名言集。天才と称されたイチローですが、多くの努力を積み重ねていました。そんなイチローの名言の一つに、小さいことを積み重ねることがとんでもないところに行くただ一つの道というものがあります。日米通算でとてつもないヒットを放ったイチローも1安打をコツコツと放ち、1安打のために小さい努力を積み重ねました。短いフレーズにもイチローの精神が濃縮されています。他にも、考える労力を惜しむと前に進むことを止めてしまうことになります。やれることは全てやったし、手を抜いたことはありません。常にやれることをやろうとした自分がいたこと、それに対して準備ができた自分がいたことを誇りに思っています、と努力の大切さを説いていました。またイチローは多くの期待を背負い試合に臨んでいますが、イチローもしんどいと思う時期があったようです。そんな時に出たのがこの名言たち。いかにいい成績の記憶を振り払うかということは大事でしょうね。そういうものを背負うと自分を苦しめることは分かっていますから、僕もグラウンドに行きたくない日はたくさんあるのです。その時には職業意識が出てきます。仕事だからしょうがないと自分に言い聞かせる時もあるのです。このように考え自分の心をコントロールしていました。他にもイチローは多くの逆境を経験しています。そんな時の名言はこちら。できなくてもしょうがないは終わってから思うことであって、途中にそれを思ったら絶対に達成できません。今は自分が分からないことに遭遇する時や知らないことに出会った時に自分はまだまだいけると思います。困難に直面した時こそプラスに考え前に進み続けていました。また道具を大事にすることで有名なイチローはこのような名言も残しています。僕のバットはこの自然の木から手作りで作られています。グローブも手作りの製品で、一度バットを投げた時非常に嫌な気持ちになりました。自然を大切にし作ってくれた人の気持ちを考えて僕はバットを投げることも地面に叩きつけることもしません。プロとして道具を大事に扱うのは当然のことです。他にもマリナーズ時代チームより個人を優先しているとされ、チームメイトに毛嫌いされたイチローは、当時はチーム内でもいろいろありました。でもあの時はすごく孤独だったけど向き合ってよかった。時間が経った時にあそこで負けちゃったという後悔はしたくなかったですね、と話しており、孤高の天才とされながらも苦悩を乗り越えた話をしています。イチローからの金言は今後も私たちを勇気づけてくれるでしょう。今回はイチロー革命をご紹介してきました。私たちを長年にわたり楽しませてくれたイチロー、現役は引退しましたが、これからもイチローはイチローとしての数々のエピソードを残してくれるでしょう。今回ご紹介した以外に皆さんが考えるイチロー革命のエピソードがあればぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。